こんにちは、久しぶりです。ああ、安坂さん。お、例のものできましたか。ああ、できたできた。ああ、そうですか。田瀬君、なんか冷たいものでも。はい。これがね、ちょいとした自信作だよ。おお、なかなかの美形でね。また惚れましたか。ああ、惚れた、惚れたよ。あら、どうかしたのかね。若い女性にはちょっと刺激が強かったかね。例の東松山の白骨死体から復顔したもんなんだよ。そうですか。驚きました。あんまり似てるもので。君の知ってる人で似てる人がいるのかね。ええ、私がよく行くお人形屋のママにそっくりなんです。その方はひょっとしたら1年前から行方不明。いいえ、残念ながらお元気です。そうか、これ知り合いじゃなくてよかった。しかしこの顔にそっくりな女性なら私も会ってみたいもんだな。あったみたいよ。さっきね、東松山で発見された白骨死体の復元された顔を見たものだから。東松山、その顔がママそっくりの美人なの。ママどうかして。それでいらっしゃったの。うん、お友達のお誕生日のプレゼントに可愛いのがないかなって。お人形みたいにとっても可愛く。